ちは、みゆです。今日は車椅子ユーザーになってからまだ一回もプールとか海とか入ったことないんですけど、足を失って車椅子ユーザーになってからの初めてのプールに挑戦したいなと思います。前に紹介したホテルにプールがついてたので、そこのプールに入っていきたいなと思います。大人用が1メートルくらい深さあるみたいだから、子供用になるかもしれないけど、溺れたら危ないので、ちょっと安全に入っていきたいなと思います。はい、ということでインフィニティプールエリアに来ました。そこにね、階段があるんだけど、こっちにスロープあるんで、こっちから行きます。昔はね、水泳習ってたんだよ。泳げるんだけど、車椅子になってからないから、それはちょっと分かんない。こっち今大人用、大人用で、めっちゃいい感じの写真撮れる感じなんだけど、子供用あるんでから挑戦しよう。これなのか、忘れてた。日焼けするよこれ。うわ、あった背中もやばい。なんかちょっと日当たっただけで、ね、背中がやばい。背中がやばい。焼けるみたいな感じ。焼かれてるみたいな感じ。これやったらいけるやろ。暑い、マジで暑い。これなんかさ、ちょっと足入れてみて。顔くらいまで行くかな。中に段差はありません。スムーズだ。いけるわ。こんぐらい、ミュウの深さで。今これ足ついてる。お尻ついて、これぐらいの深さ。 0.5m。 0.5 メートルってどれぐらい？50センチ。50センチ。そうよ、だって緊張的に半分ぐらい。すごいさ、今肌触ったの、日焼け止めが取れてる感があるんだけど、ぬるぬるするんだけどね。ミヤの腕冷たい。冷たい。意外と冷たい。冷たくない？まあでも俺足中だからかな。あんまり寒い。まだ冷たい。ちょっとそうですね。もうちょっと長く時間が経つと暖かくなる。本当。あ、これだったら足、お尻ついてもこれぐらいだから、中心ぐらいまで行っても平気やわ。でもこれ絶対無理だね。深い方はさ、絶対疲れへんよ。 100m でしょ、倍でしょこれの。でも逆に深い方行ってみたくない？あの奥のとこね。そうね、怖いけどね。泳げないんだけど。泳げないか。寒い、マジ寒いんだけど。鳥肌立ってる。不思議な光景じゃない？寒い。水曜のプールはとりあえず入れるってことで。うち、いつぶりだろう。小学校ぶりかも。そうだよね、それぐらいぶりって言ってたもんね。小学校の頃は水泳の朝ですよ。紫外線アレルギーで、なんか夏のそのプールの授業とかあんまり出れんくて、スイミングスクールは室内です。だから、あ、そうだね。そう、だから室内だからって言って習ってたんだよね。いけたよ。結構腕使われる。いい筋トレですよ。難しいね。あのね、スカートがね、水に浸かった分ね、重たい。おお。こっちに行こう。どうだったら？ああ、本当に怖いんだけど、本当に怖い。よく、加速的に。念のための浮き輪だから。あ、でも浮くわ、これほら見て。浮いてんじゃん。浮くわ。壁沿いでどうしても写真を撮りたくて大人用に来ました。でもこの写真はこれいらないよ。まあ、とりあえずなんとこうやって危ない危ない。なんとこうやって危ない危ない。なんとこうやって危ない危ない危ない。ほら、意外と浮くのよ。動かなければね。動かなければ。動いたらちょっとなんか若干こう沈むじゃん。全然この浮き輪があるから映えない。全然これがあるから映えません。映えません。浮き輪外せない、外さないと映えません。日焼けする。絶対いける。
いね、これいいよ。OK。足切断して車いすプールになってから初めてのプールでした。結果はね、キッズプールはマジ余裕やし、こっちも、まあ、ちょっと落ちたらやばいと思うし浮き輪がなくて普通に足お尻ついたらやばいと思うけど、浮き輪つけたらまあギリセーフ、いい写真は撮れたかなと思います。はい、ということでですね、最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。声を吐いてメイクを直して観光に行きます。やけこしがする。夜にナイトプールに来ました。なんかここはね、夜の21時、9時までプールに入れるそうなので、プールに入れるのは21時までだけど、ここの中に入るのは23時まで行けるみたいです。泳げるのが21時まで。キッズプールと通常の、なんか夜全然雰囲気違う。こっちがキッズプール。今ね、さっきまでキッズ泳いでたけどキッズいなくなった。うん、ピョンピョンってお尻と足が一回一回つくの。はい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 、そういうことね。だから泳げてない実質。でもこっちから見るとね、泳げてるように見えるよ見える特に後ろから見るとなんか綺麗に泳げてる感はある。そもそもさ、つるってことはできないじゃない。ああ、そうだね。だから皆さん気をつけて危ない。おー、浮いておりますがな、浮いておりますがな。高い建物がないからいいね。